藤吉久美子、号泣釈明。不倫否定、ホテルで、体ほぐしてもらっていた。14日発売の、週刊文春に不倫疑惑を報じられた女優の藤吉久美子、56、が同日深夜、仕事先の九州から帰郷し、羽田空港で報道陣に対応した。号泣しながら、こんな妻で申し訳ありません。と謝罪。不倫は否定した。一方、夫のタレント田川陽介、58、は午後に会見。みんながそうだと思っても、僕は信じてる。と、男気を見せ、離婚はしないことを明言した。田川の会見から、約7時間後の午後、11時過ぎ。仕事先の福岡から帰郷した藤吉は、到着出口を出るとすでに涙を流しながら、取材陣の前に姿を見せた。結婚指輪はつけていたが、憔悴しきった様子。軽率な行動でご迷惑をおかけし、申し訳ありません。と、深々と頭を下げ、終始泣きながら質問に答えた。同誌によると不倫疑惑の相手は、50代で既婚の朝日放送の男性プロデューサー。藤吉の音楽活動にも携わっていた。仕事先の宮崎県で、ホテルの部屋で、二人が、朝まで過ごしたことや、男性の住むマンションでの仰せなどを伝えている。藤吉は、男性について、ライブの構成などをお願いしていた。と説明。男性宅は音楽活動の作業場として使っていたとし、一夜を過ごしたホテルの部屋でも、体をほぐしてもらっていた。と、主張した。恋愛感情を聞かれると、ありません。と否定。不倫関係にも、ない。としたが、男性とは、もう会いません。と話した。田川にもこうした説明をし、僕は信じるよ。これからは僕が、君を守るから、もう迷うな。と、声をかけられたという。嬉しかった。と感謝。離婚も否定し、彼なしでは、生きていけない。と話した。16歳の一人息子には、こんなままでごめんね。と、謝ったという。田川に男性を紹介しなかった理由は?の質問には、私の音楽活動を、あまりよく思っていなかったから。と、小声で答えた。さらに田川への言葉を求められると、こんな妻で申し訳ありません。と、再度謝罪。これからは家族、三人でしっかり生きていきたい。と誓った。最後は、早く帰ってきてほしいと言われている。と明かし、家族が待つ自宅へ帰路を急いだ。